はい、酒好きだ。おいおい、指導が始めていきたいと思います。今回は、ストロングゼロのドライです。これアルコール度数8%。こちらですね、味が特に書いてない。甘味料ゼロ、プリン体ゼロ。となってます。まあ、甘味料がゼロっていうのはかなりでかい。酎ハイにおいてはね。基本的に、このストロングゼロは、普通のやつだったら甘味料をね、かなり使ってるんですけど。俺、甘味料嫌いだから。で、原材料名が、レモン、グレープフルーツ、ライム、ウォッカ、スピリッツ、香料、酸味料、炭酸ガス、となってます。ライム、新付け酒使用って書いてありますね。でも結構これ、使ってるみたいですね。だってレモンにグレープフルーツにライム使ってるわけですから。果汁が何パーセントかは一切書いてないんですけど、書いてないですね。果汁何パーセントか全然書いてない。そう。まあいいや。飲んでいきたいと思います。今日のつまみは、枝豆、冷凍のやつ、解凍したやつですね。うまいかな。乾杯。ああ。甘くない。甘くないですね。甘くはないです。ストロングゼロ。以前飲んだサントリーのドライだっけ？あれと似たような味がしますね。ストロングゼロドライ。ああ、食事に合う甘くない、切れ味爽快な味わいと、アルコール8%のしっかりとした飲み応え。マイナス196度の無糖クリアっていうのもあったな。これに非常に似てんじゃないか。何が違うの、むしろ。これ何が違うの？マジで。全然わかんねえ。ああ、成分表。見てみますと。マイナス196度の無糖クリアのレモンライムは、甘味料使ってんのか。そこが違うみたいですね。無糖クリアのレモンライムの、甘味料ないバージョンだな、これな。多分。で、サントリーチューハイザ・ドライ。以前飲んだんですけど、これと非常に似てる。これも甘味料を使ってないやつですね。
ただ、それと違いが、ライムの果汁を使ってるか使ってないかか。こっちは使ってるんですよ。でも、このサントリーチューハイの、ザ・ドライは、ライムは使ってない、レモンですね。あ、これは、あれだな、食事中に食べるのが、食べるんじゃない、飲むのがいいんじゃないか。うん。食事には合うね。間違いなく。うん。なんか、ねえ、焼肉とか、食ってる時にいいんじゃね？多分。っていうかね、俺このシリーズ嫌いなんですよ。どうでもいいんだけど、このマイナス196のストロングゼロとかのやつ、シリーズ。ストロングゼロとか言って、糖質ゼロとか言ってるじゃん。だけど、甘味料使ってるから、普通に甘いんですよ。だから嫌なんです。あ、このマイナス196度、桜んぼ。は糖質はゼロではないみたいですね。これは甘味料使ってない。普通の使ってないけど普通に糖質は糖類は入ってると。砂糖は入ってるみたいですね。最近はなんかね、ほろ酔いとかさ、アルコール度数 3% とかのが増えてきてるんで、あんまり、俺 3% のやつは絶対買わないわ。絶対買わない。なんか異常に増えてきましたよね。そういったのは。非常に増えてきたよな。あと 0% ですかね。非常に増えてきた。うん。それが気に食わない。個人的に。やっぱり、まあ女性をターゲットにしてるっていうことなんでしょうけどね。てか別に女性だからといって、ね、女性だって酒は飲むでしょ。度数高いの好きな人も絶対いるって。うん。と思うんですけどね。でもこれはあれだな。このゼロドライは。あくまでもつまみに、こう枝豆を食いながらとかじゃなく、もう完全にこうガツッとこう、何かこう腹に入れて、ながら、食いながら、飲むっていうのが、非常にいいんじゃないかなと、は思います。うん。
多分ね。うん、これは、食事には合うわ。間違いない。うん。すき家じゃねえや。牛丼とかね。最近、すき家行ったんですけど、あれでした。美味しかったです。で、ね、吉野家がなんか、100円安くなるって言うから、今度また吉野家も行こうかなと。うん、思ってはいますね。ただ個人的に、松屋が一番行きたい。ただ近くにない。うん。ないので、個人的に松屋が一番行きたいんですよ。松屋はね、一番清潔感がある気がする。どうでもいいんだけど、すき家最近行った時に、丼がね、なんか汚れてるんですよ。汚れてるっていうか、その、つゆで、牛丼のつゆで濡れてたりする。汚れてたりする。あれがいい。それがあったんで、イラッときたんですけど。でもやっぱり、松屋がなんか、一番俺好きだな。だって、味噌汁ついてくるし、うん。一番なんかコスパがいいんだよね。コスパがいい。間違いなく。間違いなくコスパがいい。うん。確実に。ただし、ない。近くにない。ので、どうしようもない。ただね、最近仕入れた情報によると、すき家の、チーズ牛丼がうまいらしい。のです。が、どうなんですかね。ん？松屋のキッチンカー。サンライズ号出動、受けたまり中だって。何それ。来てほしいな。いや、来てほしいなって。キッチンカーか。やっぱ店舗で食べたい。やっぱり。そこは。そこはやっぱり。松屋はやっぱりさ、
コスパがいいよね。確実に。確実にコスパがいい。から俺はがっつり食いたいから、量が多い。というか安い。松屋が食いたい。うん。まあ、吉野家が品質で勝負してるっていうのはわかんないけど、もうはっきり言って全部ね、これでもう波の牛丼の波が280円になっちゃったわけだから、いかにそのうまさというよりはやっぱ量か、量を増やすか、うまさでいくか量でいくか、もしくはサービス、接客とか、まあ店内の雰囲気作りとか、うんですね。まあ雰囲気は多分ね、一番俺行きやすい雰囲気なのは、まあでもどこでも大して変わんねえか。ただ少なくともすき家はこれ、ちょっと、嫌っすね。濡れてるから。器がこうさ、器こう持つじゃん。持ってこう食うじゃん。その時なんか、ベタベタになってんだよね。何それって。さすがにそれにはちょっとびっくり。ちょっと確かにすき家はね、結構、ファミリー向けっていうのかな。ではあるんだけどさ。なんだけど、なんかファミリーっぽいよね。ほんと、ファーストフード店というよりは、なんか、喫茶店感覚みたいな。まあ、なんていうのよくわからん。まあ、結構ファミリーな感じはするんだけどさ。ただなぁ、ちょっとそこら辺はやっぱり清潔感を持ってほしいですね。個人的に。やっぱ明らかになんか、松屋が本当に、あれだな、半端ねえな。コスパが半端ねえな。他のあれにはない、朝定食に、なんだ。朝定食に、海苔と、あと納豆と、ネギがついてくる。すごいね。他にはないサービスだね。間違いなく。しかも、選べる。この部分を選べるから、とろろ付きとかもできるし、ミニ牛丼付き、冷ややっことかできる。すごいなぁ。松屋はあれだな、朝定食に確実に向いてるな。うん、どうでもいい話を、今現在言ってますけどもね。
ちょっと、次、まあ、今日はちょっとあれだね。牛丼系の話で盛り上がろうかな。まあ、とりあえず今日はね、もう一個撮る予定なんで、録画する予定なんで。これはまあ、そうだな。正直単品で飲むと三つ星だな。やっぱり、ちょっと、あまりにもちょっと、ベーシックすぎる味がなんか、明らかになんか、もう、スタンダードすぎて、やってられん。ということで、ご視聴ありがとうございました。